どうにかまとまって。アイロン出したくないねん、今日は。まとまった？ちょっとそろそろ美容院に行って。調子、あ、後ろひどかった。よかった、後ろは映ってませんように。はい、どうも皆様、こんにちは、ジュナです。今日は、まあ、要するにね、このメイクをしますよっていう動画です。私なりのツヤ肌やけども崩れへんメイクというか、アイシャドウはね、確かに濃いと思うんですよ。でもそれ以外のツヤ肌の部分とかで参考にしていただけたらなと思ってやってみました。ほら、ツヤすごくない？ツヤ肌ってやっぱり崩れやすいなとかいうのがあると思うんですけど、このメイクはね、あんまり崩れない。と思う。で、よく私もするメイクなので、よかったらこのままご覧ください。です。あの、ちょっとメガネとかかけてカモフラージュしてみたけど、いつもはかけないんです。遠視だから。はい、この状態から、化粧していきます。もうスキンケアはね、終わったので、まず下地から。今日は、ちっちゃいでしょ？かわいい。パーサリのリキッドグラス、レディエンスメイク、ちょっと読めへん。レディエンスメイクスキンセラム、with ヒアルロニックアシッド。要はヒアルロン酸の入ってるやつなんですけど、これがね、なんか良くて、ちょっと塗りますね。これ保湿もしてくれるし、ちょっと肌もモチッとするんですよ。それが好きで、最近使ってて、フルサイズもオーダーしました。これミニをね、ホリデーで買ったんですけど、あ、コンタクト忘れてた。今日使うのは、カラーマジョリティの、ゼログラビティっていう新色です。はい、コンタクト入りました。こんな感じ。なんかね、グレーっぽいけど、なんて言うんだろう。うん、透明感のある色で、これすごい気に入ってるんですよ。めっちゃ鼻赤くなった。恥ずかしい。で、下地、全顔のはしたので、次、この毛穴を埋めていきます。毛穴を埋めるのは、この間紹介した、タルトのタイムレススムージングプライマーですね。これをちょっとね、指で乗せておいて、お気に入りのタティビューティーのブレンディフルで、入れていきます。手でやるよりなんかね、平らになってくれる感じがします。で、今日はね、共演者の吹き出物さんがいらっしゃいます。はい、下地が終わったのでファンデーションに行きます。今日はアナスタシアの、ルミナスファンデーション、ツヤ肌にしていくのでこちらを使います。で、これをクロスでつけていきますね。こんな感じ。こう伸ばしたりポンポンしたりってすると密着度がすごい高まるんですよ。だからファンデーションとか、あとね、パウダーも使えるんですけど、クリーム系のものだったりテクスチャーがちょっとね、しっかりしたものはすっごいつけやすいです。で、コンシーラーをやっていきます。コンシーラーはこちら IT Cosmetics のバイバイアンダーアイのイルミネーションで、コンシーラーはスポンジで伸ばしていきます。こんな感じ。これだけでもね、だいぶほら、ツヤがね、出るんですけど、ここにさらにツヤを足していきます。シャーロット・ティルブリーのハリウッドフローレスフィルター。今日はファンデーションがちょっと暗めなので、2番を、このハイライトを置くところにね。で、リップを塗るときに唇が乾燥してないように、トゥーフェイスドのリップインジェクションエクストリームを塗っておきます。これね、ピリピリするけど、縦じわが目立たなくなるので、めっちゃ重宝してます。で、コントアをしていきます。コントアは KKW のクリームコントアスティック。ライトミディアム。まず鼻に。これをなじませていくので、ご安心ください。はい、こんな感じです。で、今日はここはがっつりコントアはせずに、ブロンザーで仕上げるので、パウダーで目の下と鼻の横をセッティングとベーキングします。セッティングに使うのはちょっとね、もうこれ海外コスメとは言えないんですけれども、スックのオイルリッチグロールースパウダー、ツヤを消さないパウダーって考えた時にこれがもう一番かなと思うので、
これを使います。そしたら今度鼻筋はジェフリースターの、ローズですね。ベーキングはスポンジで。で、今日はそんな長くベーキングを置かずに割とすぐ払います。 OK。 で、眉毛をやっていきます。眉毛はさっとね、アナスタシアビバリーヒルズのペンシルとアーバンディケイのダブルダウンブローで。眉毛はだいたいこんな感じです。もうあれやな、だいたい一緒やったらどうせこうやって隠すからええかな思って。で、ちょっとブロンザーを顔の外枠に、顔の外側に。今日使うブロンザーはタルトのアマゾニアンクレイウォータープルーフブロンザーです。これね、もうこんな状態めっちゃ使ってる。顔の外側は大きいブラシでふんわり混ぜていきます。はい、こんな感じでだいたいベースメイクは完成です。で、今日使うアイシャドウはアナスタシアビバリーヒルズとアムレジのコラボ、今年になって発表されたやつなんですけど、めっちゃ可愛いんです。で、いつものアナスタシアパレットより一枠多いんかな、14色が16色になっていて、これなんかね、ピンクとか青とかこうポップとして使える色もあれば、このマットがちょうどいいマットな気がして可愛い。見るだけでも可愛いしね。ピンクのキラキラってもう嫌いな人おるん。で、これでちょっと簡単なアイメイクにします。可愛いこの色。目頭にはベネフィットコスメティックスのティクルハイライト、ちょっとねピンクが強く見えるんですけど、のせるとねそうでもないんですよ。で、アイシャドウは完成です。ちょっと逆もやってきます。こんな感じでアイメイクができました。もうまつげと何マスカラとつけまつげとあれ一緒や。で、ここにちょっとこうツヤを足すトリックをしたいんですけど、使うのがこちらジェフリースターコスメティックス。That's not even a word! ジェフリースターコスメティックスのスプリームフロストダイヤモンドウェットっていう、実はハイライトなんですけど、これをアイシャドウに重ねると濡れ感がすごい出るので、ちょっと見ててね。この黒目の上のところにちょっとだけ指で足すんです。ほんとちょっと違いが出たかしら。私が見てる分にはね、すごい違いが出たんですけど、伝わらんか。あのね、濡れ感が出るハイライトなんですよ。で、なんかラメザックザクに見えるんですけど、太陽光で見るともっと濡れてるってなります。これすっごい好きなハイライトです。ハイライトとしてはあんまり使わないけど。で、下まぶたにもちょっとトリックをします。ローラメルシエのキャビアスティック、クレヨンタイプのアイシャドウのインテンスローズゴールド。ちょっとね、パープルとかピンク、パープルやって、パープルとかピンクっぽいメイクなので、これをまた黒目の下の部分の粘膜よりはちょっと下に少しだけ引きます。これが光を集めてくれて、ちょっと、ふた、足ちっちゃい。よっこら足。ほっ。こうするとなんか目のね、この黒目の部分に光が集まってデカ目効果ってやつがある気がします。あると思います。なんだっけ、天津飯みたいな名前の人。で、下まぶた、下まつげもちょっとマスカラしますね。フォーカスして、フォーカス。こんな感じでアイメイクはほぼ終わりなんですけど、さらにツヤキラキラを足します。もうね、こうなってきたらね、楽しなってね、いっぱい足しちゃうんですよ。こちら、これも日本に昔あったんですけど、もう一回去年再上陸しました。スティラのグリッド&グローリキッドアイシャドウの、シーサイレンという色ですね。この石灰ラインの下のところにちょこんとこういうブラシでね、
ちっちゃいブラシでのせます。こんな感じでちょっとだけで、目もキラキラにしたところで、次はチークですね。で、チークはクリームチークとかリキッドのチークとかの方がツヤは出やすいとは思うんですけど、やっぱりちょっと崩れが気になるので、まあ、私の崩れないツヤ肌メイクっていうのとはちょっと合わないので、今日はパウダーなのにツヤが出るよっていうチークを使います。シャーロット・ティルブリーのチークトゥーシックスウィッシュ&グローブラッシャーのピロートークです。もうピロートークはもうみんな大好きやと思う。で、これが真ん中がねハイライトになってるんですけど、それも一緒にこうぐるぐるぐるってまんべんなく取るんですよ。乗せすぎたらちょっとバンバンってしてボケてるよ。はーい、あ、可愛い色。はい、チークこんな感じ。ハイライトせんでもいいんじゃないっていうぐらいツヤが出るんです。で、ハイライトをのせるんですが、今日はナターシャ・デノーナのスーパーグローのフェア01番の色をのせます。はい、ハイライトこんな感じ。めっちゃツヤンとするでしょ。このハイライトはやっぱり好きだな。で、最後リップですね。で、今日はヌード系のリップにしようと思います。こちら KKW のヌード 3.5 番を塗りますね。で、このリップの上に、これ自体もねちょっとツヤは残るタイプなんですけど、この上にパトリック・ターの、メイジャーグローリップシャインというグロスを真ん中だけに重ねます。すごいミンティーな香りがする。最後にセッティングミストはアナスタシア・ビバリーヒルズのデューイーセットでツヤを残します。完成。こんな感じで結構ツヤツヤじゃないですか。で、ちゃんとパウダーで崩れやすいところもセットしているので、ツヤ肌って崩れやすいイメージあると思うんですけど、これはなかなか崩れないです。アナスタシア・ビバリーヒルズのルミナスファンデーションも割と崩れにくくってロングウェアなので、ツヤ肌好きの方にはすごくおすすめです。ちょっとねアイシャドウのところシャササッとやったりとか、まつげとかは省いてるんですけれども、使ったコスメはすべて概要欄に、カタカナで載せてますので、よかったらそちらをチェックしてください。で、質問でね、どこで買ってるのみたいなのをよくいただくんですけれど、ほとんどが個人輸入で、外国のサイト小売店から送ってもらってます。で、日本にちゃんと送ってくれるサイトもたくさんあるので、近々ねそういうのを紹介できる動画ができたらいいなとは思ってます。英語やん、無理やん、アレルギー出るっていう人も多分いるとは思うんですけど、やっぱその日本のコスメにない良さとかもあると思うんです。日本のコスメも大好きなんですけど、優秀なのは知ってるんですけど、セフォラがねいつか日本にもう一回来るのが私は夢なもんで、海外コスメを推してる次第でございます。英語が苦手な方だったら、ビューティーリッシュさんっていうサイトがあるんですけども、そちらは日本語の対応もしてますし、発送もね早いんですよ。3日とか4日で着いちゃう日もあるぐらいなので、そちらもよかったらチェックしてみてください。この動画良かったなと思う方は、できればグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。励みになります。インスタグラムもやってますので、そちらでは週に1回か2回ぐらいライブ配信でメイクをしてたり、昼間ですけどねしてるので、よかったらチェックしてください。以上です。ありがとうございます。ジュナでした。おきに。めっちゃ髪抜けてる。デンデレレレデンデレデンデンデレレレデンデレデン。私の青春のドラマです。何喋ろうとしたか忘れた。ああ、家事しよう。